皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、なんだかんだあだこうだで、久しぶりなのよ、動画撮るのが。ここの価格で。久しぶりでもないか。多分メイクとかもしてなかった動画が多かったからそうなってんのかなって感じなんですけれども、今日は、ファンタスティックスのそろそろ始まるツアーのグッズ何買うの回をしていきたいと思います。暑い。最近気づいた、夏嫌いかも。いや、嫌いってわけじゃないんだけど、好きな食べ物はマジ夏にキュッとなってるのね。夏の食べ物大好き女だから、マジスイカとトマトがあれば、俺はマジ何にも他いらないってくらい、スイカとトマト毎日食べてるんですけど、暑いの好きじゃないわ。寒いのも好きじゃないけど、暑い方が無理かもって最近ちょっと思いました。毎年夏はもうお家に引きこもるって決めてるんですよ。外暑いくせにさ、電車の中とかバカ寒いじゃん。それも嫌。もう本当に全部嫌。もう本当に夏嫌ーって感じ。なので去年の私の夏の8月ですね。8月の平均歩数みたいなやつ。825歩でございます。ありがとうございます。もうこのね、ちょこーんって出てる日だけが外に出た日で、あとはまあコンビニとかスーパーとかには行った日があるんだけど、本当に引きこもってた。このバーンって出てる日だけ、びっくりドンキー食べに行ったかなんかで、外出たくらいで、あとはもう本当に一日中というか家にいてご飯がないなってのでスーパー行ったりしてるだけのコロナ禍では模範的な過ごし方をしてたんですけども、そんくらい外に出ないので、はい、夏は家に引きこもりたいと思います。今年もああだこうだかあだこうだって喋ってないでやっていきましょう。はい、というわけでファンファンホップライブツアーということで、今のところどこかには行きたいなという気持ちはあるんですけれども、気持ちと体がさっきも言った通り夏なので伴うかはちょっと分かりません。まずはメンプロから見ていきましょう。まず世界さんですね。世界さんはウォンテッドステッカーということで、これ大輝くんファンのお友達も買ってたんですけど、もうね初日にトラステに行って買ってたらしくて、これはね使う用と保存用とかで買ってよかったって言ってた気がする。まあ、これはさ一人で買うのもいいし、あとは友達と買ってさ押し分けたりするのもいいかなと思います。前回のステッカーも多分買って各ファンの友達に分けた感じで使いました。大輝くんのプロデュースは、ファンタスティックブレスっていうことで、これはなんか大輝くんが普段つけてるブレスレットに限りなく近づけましたみたいなブレスレットらしいんですけど、まあ、これはさもちろん大輝くんファンのお友達買うじゃん。めっちゃ可愛かった。しかもなんかオタク感が全くなくて、まあ一応ねこのチャームみたいなのに F って書いてあるんだけど、ファンタのロゴみたいな感じなんだけど、めっちゃ可愛くて、これはもう本当にナチュラルに欲しいなって思った一品ですね。なので私の誠くんのアストロちゃんをあげるからこれちょうだいって言って交換することになりました。ありがとう。本当にめっちゃ可愛かったんだよね。このなんかストーンがキラキラしてて、何の服にでも合わせやすそうだし、ほんとおたばれしなさそうだった。磁石でくっつけるタイプのやつらしいんだけど、磁石がねもう1日つけただけでちょっと取れちゃったって言ってたから、まあ、予備で買っておくのもいいし、まあ、ライブ中だけにつけるってもう結構大切に使った方がいいっぽい。いや別に多分大富豪のお友達も大切に使ってないことはないと思うの。多分分回したりはしてないと思うんだけど、まあ、普通に1日丸1日使ってたらなんかの表紙で取れちゃったって言われてたね。川夏くんがピロースプレー。わあ、おしゃれー。顔と一緒でおしゃれーって感じですね。ピロースプレーなので、多分あれですね。枕とかにかけて、こうリラックスできる感じのものだと思うんですけど、ラベンダーとイランイランのリラックスした香りが楽しめるピロースプレーということで、イランイランがちょっとおしゃれな部類の人間ではないので、イランイランがちょっとさっと出てくる香りではないんですけど、まあちょっと想像はできやすいかなみたいな。まあ、イランイランがちょっとフランフラン的な、フランフランよりもちょっと強めの感じのイランイランって感じなのかなって感じなんですけど、想像しにくくはない香りかなと思います。まあ、ラベンダーということで、はい。ちょっとこれは香ってみたいな、トラステで。で、これが、レイヤくんの超転生レイヤセンス。合ってんのかなでございます。成人式でさ、ヤンキーがさ、発注して作るやつやん、これ。成人式でさ、割とイキリめのさ、袴着たヤンキーがさ、これ持っとるよな。あとギャル。やんちゃって感じがします。あ、後ろはレイヤくんのこのロゴですね。入ってるんですね。なるほど。で、ファンタスティックスっていうこの当て字の漢字があるんですけど、ファンタスティのティがテイなところがレイヤくんっぽくていいですね。はい。といった感じのセンスです。マジでヤンキー。で、堀くんはルームシューズということで、これはもう堀くんのファンもそうだけど、ファンタ好きっていう人もさ、ファンタのロゴとね、あれだから欲しいアイテムなんじゃないかなと思います。色もめっちゃ可愛いしね。でもさ、男の人が履いててもさ、女の子が履いててもさ、可愛い色合いよな。なんか淡いけど紫と緑っていうかライムグリーンみたいな感じでめっちゃ可愛いみたいな感じのルームシューズですね。かわちいです。で、ケイトくん。KB ちゃんリバーシブルポーチ。KB ちゃんのポーチです、今年は。あ、なるほどね。KB ちゃんの方でも使えるし、ファンタのロゴにもなるんだ。裏側が多分。私なんていうか、KB ちゃんは、全部揃ってるので、今年もちょっと一応買っとこうかなって感じなんですけど。ゆうせいくんのブロッコリーは、あ、ヤギッコリーか。ヤギッコリーは、一個も持ってないよ、私。前回も欲しかったんだけど、全部売り切れだったから、で、入荷してすぐとかもさ、気づけなくて、全然買えなくて、で、会場もまあまあ人がいて、まあ、ギリギリに会場に着くタイプの人間だったから、買えなくてっていう感じで買えなかったんですけど、KB ちゃんはなぜか全部揃ってるので、今年も一応揃えとこうかなと思います。しかもポーチだからね、使いやすいかなって思って。で、これがゆうせいくんのやつなんですけど、これ売り切れてんのよ、今回も。ゆうせキーホルダーということで、ゆうせいくんとヤギッコリーに加え、ヤギッコリーのガールフレンド、カリフラコちゃん、そしてゆうせいが飼っていた黒猫のクーイーっていう、このラインナップのチャームなんですけれども、はい、チャームが一つずつこう取り外せる式になっておりまして、これがゆうせいくんですね。はい、可愛いです。でも前はこう前髪がちょんって分かれてる感じより、前髪がある感じのスタイルが好きなので希望してます。はい、そちらを。はい、でこれがヤギッコリーで、これはカリフラコちゃんということで、もうガールフレンドということで、ちょっとまだ傷が癒えてないオタクなので、ちょっとってなっちゃったんですけれども、はい、強く生きていきたいと思います。カリフラコちゃんのように。涙が出ちゃう。で、猫タンということで、こちらは全部取り外しが効くということで、さっきも言ったかもしれないですけど、バラして使えることもできるかなっていう感じなんですけども、これはもうほんと速攻売り切れが出ましたね。確か最初ね、世界先生のメンプロも売り切れてたんですけど、それはまあ復活しまして、優勢のキーホルダーは、6月下旬かな中旬かなくらいにまた再入荷予定らしいです。そうちゃんが、ブランケット、ファンタがあなたを包みます。ボタンも可愛い感じで、はい、使いやすいブランケットかなと思います。まあ、ただ夏なのでね、ライブが冬にかかった時に持ってきたいアイテムではありますが、冷房とかもきつかったりするので、そういう時にも使えるかなと思います。可愛いです。ちなみにワイはずっとこのね、ナオトさんかなのプロデュースの3代目のやつをずっと使ってるんですけど、本当にふわふわで気持ちくて。で、実家にね、ガンさんがプロデュースした10周年のやつとかもあるんですけど、本当に LDH のブランケットはふわっふわしてるので、ぜひぜひ、学校とかにも持っていけると思うので、おすすめです。はい、こんな感じがメンプロだったんですけど、あとはフラッグとか、ツアー T シャツ、マフラー、タオルって感じですね。で、このさ、不織布トートバッグさ、めっちゃ良くない？なんかこれグッズとかさ、ボンボコボンボコ入れて持っていけるサイズ感だと思うし、ちょっと大きめの、ほら、めっちゃでかくない？こんな感じだからさ、ネムボとかさ、今持ってってる人多いじゃん。ネムボとかもさ、すっぽり入るサイズだと思うから。しかもなんか、ファンタのまあロゴは入ってるから、ファンタファンが見たらまあファンタのグッズなんだろうなってわかるけどさ、ファンタファンじゃない人から見たらさ、まあ別にそこまでさ、ファンタの主張がさ、ファンタシックス、フロムエグザイルドライブって書いてないからさ、わかんないじゃん。それもいいなと思いましたね。で、ロゴ T シャツ。これ裏、後ろみたいな。あ、後ろもこのロゴなんだ。かわいいお花で。こっちはじゃあ後ろないんかな？そんな感じで。で、このクリアマルチケースがですね、ちょこちゃんが出してるぽちゃんこのものと似てるねって感じでいっぱいねコメントしてくれた人が、DM ね送ってくれた人がいたんですけど、確かに私のぽちゃんこの出てるグッズ、こちらですね。こちらのスキピケースというものなんですけれども、こちらがミニサイズとなっておりまして、こちらのファンタのグッズの方が大きめのサイズになっておりますので、普通のこういう感じのいつものアクスタのサイズは私のこのグッズに入れていただいて、大きめの、今回のようなフォトプロップスとかですね。フォトプロップスとかはこういう大きめのね、こちらのグッズに入れていただいてという感じで使っていただければなと思います。ぽちゃんこは下の URL から、はい、飛べますので、ぜひそちらから見てください。こちら白なんですけれども、黒色バージョンもありますので、ぜひお買い求めください。これね、便利なのがさ、こう全部開くのよ。これもなんだけど、前の出してるこれも。ちょっと宣伝がバリバリになっちゃうんだけど、これも開くのね。全部4方向、後ろがポンポンポンって。開くので、これいけるっていう感じのサイズ感も割と入るんですよ。で、まあこのサイズ、こっちのファンタのグッズのサイズだと文房具とかも入れることもできるので、筆箱とかにもできるかなって思います。ちなみにこちらのサイズ感のものもちょっと出そうかなって思ってたんですけれども、ちょっとデザインに迷っております。で、クリアボトル。これは、あれだね、ボトル、マグボトルじゃなくて、マグ的な感じのやつだと思うんですけど、私はね、これね、数年前の NCT のグッズかなんかで、買ったんだかなんだかで持ってるんだけど、これには銀手をね全部詰めてます。なので銀手ホルダーっていうか銀テープ、あでも今銀手ないか、銀手降ってこないか。そういや銀テープさ収納とかさ私してなくて、もうほんと取ったままぐるぐるぐるってやってここにポンって入れる感じでキラキラボトルにしてるので、そういう使い方もいいかなと思います。でチャームキーリングかわいいですね。なんか今回ほんとさこうポップな感じで可愛いよね。色合いとかも好きで、ハンドタオル、スマホバンド、フラットトートバッグ、チャームがつけるところがつけられるところがあるから、こういう感じでキーホルダーとかもつけられるよってやつですね。これもそんなにファンタ感が強くなくていいですね。日常使いというかもうできそうな感じで、フラッグストラップ、これはソールドアウト中で、フォトプロップスはある感じですね。でフォトカードが今ソールドアウト中ということで、フォトカードの入荷したらメール来るやつに登録したので、ちょっとフォトカードが入荷したタイミングで他のグッズも買おうかなと思ってるんですけど、わいはね、フォトカードとりあえず、10枚くらい買って、フォトプロップスもなんか1個か2個ぐらい欲しいなって感じ。フラッグストラップとかは正味多分つけないからいらんかなーっては思ってるんですけど、わかんない。ノリで買っちゃうかもしれない。で、あとは、フラッグと、ケイビーちゃんと、ゆせのこのキーホルダーも入荷タイミングがあったらいいなって感じなんだけど、無理っぽいかなみたいな感じ。はい。そんな感じで買おうかなと思ってます、今んとこ。あとはツアー時期も長いので、会場に行ってなんかノリで買っちゃうみたいなグッズも何個かあるかもしんないですけど、そんな感じで今のところ買おうかなと思っております。皆さんはもう買った人とかも結構多いと思うんですけれども、何買いましたでしょうか？今回さ、私さ、タイミングっていうか、販売日を勘違いしてて、5月31日に販売するのかと思ってたら、5月30日の販売だったんですよ。というわけで、スタートダッシュをまず間違えた。で、何買うの回も、それに合わせて30日にあげる予定だったんですけど、あ、無理やんってなって、だから本当は発売日前にできたらよかったなと思ってたんですけども、次回から気をつけたいと思います。あとは BOT とかのグッズが、また解禁されたらやろうかなとは思ってるんですけど、バトルオブ東京どうなんだろう。私グッズ付け外れたんだよね。もう本当に周り全然当たってる人いないくらい外れてて、マジどうしようって感じ。4日間あるからさ、1日くらいは当たるかなっていうか、当たってくれというか、マジで本当に頼むわって感じなんですけど、4日間のうち1日でもいけたらいいなとは思ってるけど、どうなんだろう、わかんない。だってたまりだよ。前回の幕張メッセは3ホールぶち抜きでスタンディングでやったから、まあまあ人が入ったんですけど、今回はちゃんと上院もあるし席もあるしっていうので、もうほんとどうしようって感じ。でも楽しみだよね、バトルオブ東京。もうずっとバトルも戦いてえなと思ってたから、もう本当にやってやんぞって感じなんですけど、何かって感じなんですけど、はい。あーどうしよう、外れたら。ちょっとなんかさ、久しぶりに当落を待つ動画でも撮ろうかなと思うんだけど、いつ当落かもちょっと把握してないんですけど、当落は6月10日ということで、15時くらいかなには出ると思うんですけど、私のチケットは今まで 100% 前日に引き落としがあるんですね。なので、引き落としされて気づいちゃうパターンもあるかもしれないんですけど、まだわからないので、回せたら動画回したいなと思いますので、ドキドキを皆さんと味わえたらなと思います。希望的には最終日の夏祭り、バトルオブ夏祭りというよくわかんない公演がいいなと思ってて、あとはハイ&ローもさ、誠くんも出ることになったしっていうので、ちょっと行きたいかなーみたいな感じ、行きたいかなーって感じで、キングダムアイコン Z はチケ当たったら行きたいなーって感じですね。全部のさ、その4日間のさ、バトルオブなんとかにさ、誠くんが召喚されるかもわかんないじゃん。ハイ&ローは出るかも。てか出る確率がまあまあ高いかもしんないけどさ、他のさ、ハイ&ローに出ないメンバーたちもいるわけじゃん。その人たちはどうなるのかなみたいな感じだし、本当にCL とか見てもまだ何も内容がもう確定してないみたいな感じだったので、楽しみにしたいと思います。イェイ、はい、ハイ&ローが当たった暁にはね、藤尾 T シャツで藤尾シャツを着ていこうかなと思ってるんですけど、これでもう1日も当たんなかったら本当に引きこもるからね、分かってる当ててね、今から買いまごようかはい、というわけで、そんな感じなんですけれども、夏ということで、夏嫌いなんですけど、夏はなんかワクワクするじゃないですか。居酒屋エグザイル今年あるかわかんないけど、そんな感じでオタクもやりつつ引きこもっていきたいと思います。というわけで皆さん、引きこもりオタクの応援よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。SNS とかでも結構つぶやくので、引きこもりなので暇なのでね、はい、ぜひぜひフォローとかもお願いします。それでは、チョコバナナでした。バイバーイ。